俺はもう迷わないから。世界のことだけを見るって決めたから。でもずっと諦めないって。大丈夫だよ、きっと分かって。ん？携帯？これ桂さんの。あれから随分と月日が経った。俺は卒業し、母さんの病院を手伝い、なんとなく看護師になった。あの日を境に俺は世界と疎遠になった。あんなに強く結ばれた二人だったのに、俺も世界も会うほどにお互いの姿を見るたびに、琴ノ葉の最後の姿が浮かぶような気がして、耐えられなくなって別れたんだ。あ、花が。世界も来ていたのかな。こうして琴ノ葉の命日にだけ俺たちはお互いの存在を思い出す。それは琴ノ葉の最後の言葉のように永遠に。悲しみの向こうへとたどり着けるなら、僕はもういらないよ、ぬくもりの明日も。久しぶりだね。そっか、不思議、今まで会わなかったね。どうしてる？元気？どうかな。そっちは？結婚してよ。でもすぐに離婚しちゃった。誠は？俺はまだ結婚なんて。仕事も忙しいし。そう、まだ。あ、何やってるの？え？仕事。母さんの病院の手伝いっていうか、なんとなく看護師になって。へえ、素敵じゃない、誰かを助ける仕事って。なんとなくやってるだけだよ。なんとなくか。私もなんとなく結婚して、なんとなく離婚しちゃった。なんとなく流産して、なんとなくお墓参りに来てる。帰るね。あ、かけないのか水。汲んできたんじゃ。笑ってるから。お墓にたにた笑ってるもん。じゃあ。世界。予報じゃ雨だって言ってたけど、いい天気だね、今日。